はい、行きます。わたさわの姫のくるくるツインテールラジオ。わたさわの姫ツインテールラジオ。おいおいおい、わたさわの姫ツインテールラジオ。よいしょ。チャカチャカチャカって始まったよ。始まりましたね。今日シャープ84というね、こちらもね3人で集まったのは2週間ぶりです。そうだ、久しぶり、久しぶりです。久しぶりです。最近乗り越えて帰ってこれたね。飛行機でよかった。回復回して高生君も飛行新幹線通ってなかったんで、昨日まで、昨日一昨日の夜まで動いてなかったんですね。ヒムもね、飛んできたよ。やっぱでもそうなりますよね、結局。でも姫はあれですよね、飛行機じゃないんですよね。あれ、ああ、そうそうそう、ハートの気球に乗ってた。ああ、さすが。ああ、そう、気球が有名な場所ですからね。気球、危ない。そう、気球がね、全国的に有名でもあるからね。僕はね、そうそうそう、バルーンフェスタみたいなやつだもんね。あ、そうだよ、まだだよ、もうすぐ10月の最後らへんから11月の最初くらいまで、はい、あ、国体と被るぐらいですかね、佐賀国体。あれ、佐賀国体今月か。佐賀国体と被るぐらいの季節にあるやつね。サッカー王国今盛り上がってる。はい、はい、盛り上がってますからね。うん、ちょっとサッカー弱いけど。え、あ、サガンドスですか。サガンドスはまあちょっと今ね、不調に、不調ですけど、まだまだこの1回ですから。そうそうそう、はい、あ、サガントスね、ふわふわふわントス、ふわントス、ふわントスね、ふわントスとんだね。うん、でも僕あれ何、あれはね、あのあれさ、あの動画です、 YouTube。 大丈夫、あ、これ大丈夫ですよ、はい、ちゃんと銃刀法はね、あの、ま、許可取ってるんで、はい、バーバーやばい、撃ち抜かれる。これはあのめちゃくちゃ、これ誰かの小道具なんだよ。そう、手元に銃があるんだよ。このもし芸人さん見てたら、俺らのじゃねえかところが直しておきます。これ姫ちゃんのだよ。これ姫のって、姫のってことだよね。姫のストック、ストックで、ムカつくやつはこれでいってもらおう。いや、そんなないっすよ。まあ一応持っといて、そうはないね。まあ、そう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 、バレなきゃね、大丈夫ですからね。うわ、今度ピンク色に塗るんだよ。ああ、これかわいいね。確かにいいかもしれないですね。そうそうそう、で、IQ ね、ピンクのね、血を吹かす。うわ、なんでよりちょっと動画が撮ってる時に最悪のまちょっとね、かわいさのね、自分ですから、はい、夏休み疲れを感じさせておりますがね、うん、まあでもこれはね、動画ね、あれはちょっとね、こういうよりも動画でも見てもらおう。おくつろを YouTube に載せるってこと。あれ、こっちも上げつつ、こっちも上げつつみたいな。おお、やっぱちょっと最近おたさちょっともらいすぎてるから、給料そんぐらいやらないとか。なんかさ、ちょっとモーム君から噂で聞いたんだけど、はいはい、もらいすぎてるからね。もらいすぎてゼロだったという。ゼロじゃないですか、さっき姫言ったじゃないですか。そうですよ、さっき見たじゃないですか。ゼロじゃない、4040 40、危ない危ない、40円、40円がその、うん、手数料で引かれてゼロになってるわけ。ゼロであれ40円 あったんです、ギリギリ。そう、手数料40円の報酬があった。手数料で消えたってだけ。あれは何で消えるって何って思う。手数料さ、まあまあ金額は言えないけど、手数料は、まあ、はまあ下回るから払ってないのよ多分。その分のでも俺ら40はどこに行くの。何、なんか、ああ確かに、ボランティア、ボランティア、なんかその寄付されるの、どっかに、どっかに寄付されるならすごいいいんだけど。寄付か、え、今度聞いてみよう。ねえ、か、今度40円だけ取られそう。並べられて、キャニキャニえ、でももらえるよね。そしたらさ、うん、うまい棒3本も買えるし。4、あ、そっか、今3本になったのか。そうそうそう、確かに。今自分で言ってても気づいたけど、うん、40円どこ行くんだろうね、これ。え、そうだよ、俺ら80円とか。80円よ、結構でかいよ。だから、いろいろ買えるからな。え、姫はちなみに40円ですか。あ、姫もそっか。あ、姫はね、あの、うん、たくさん労働頑張ったから、どんぐりは多めにもらって。え、なんで、なんで、なんでこの人は。え、ちなみにどれぐらいの、うまい棒、ざっくり。7万どんぐり。おえ、7万どんぐり。7万どんぐり。レートはわかんないけど、うん、まず相当低いだろう。俺らは40円だから、うん、そう、そんな下がるわけないから。0.005 円とかじゃないですかね、さすがに。ジンバブエドルみたいなことでしょ、きっと。うん、まあまあまあ。
まあでもいいどんぐりではあったよ。え、嘘でしょ。くぬぎどんぐりぐらい。あ、俺さ1年以上人だけど。かわいいどんぐり。その前70万とか。1年もしないよ。1年もしないですよ。うんうんうん。まあ、僕ら80円のね、行方はちょっとさすがに確認しないといけないね。うん、せっかく働いて得た80円は40円ずつ。でも1ヶ月なんか M1 とかたくさん頑張ったけどさ、はい、報酬ゼロはちょっと悲しい。悲しいです。まあでも M1 の月のやつはまた来月ですから。それだから、キングオブコントの時なんです。月がずれてるからね。キングオブコントの時が40円。まあ1回戦落ちたからね。しかないです。で40円。で、来月は大丈夫です。ちゃんとあるんで。なんか多分数千どんぐりはもらえると思います。あ、お願いします。今月がちょっとやばすぎ、その台風のせいで届かないと思ったよね、マジで。そう、台風のせいだと思い込んでた。だからなんかその振り込みとかやっぱね、その遅れてんだろうなと思って、でも一向に届かなくてさ、うん、もう察したもん、今日とか昨日か、昨日も月曜日で察した、うん、姫はどんぐり明細書を見てさ、うん、あ、もうかん、あそうだ、察するもん、察するもん。姫も多分なんかそのこれとこれみたいなことでしょ。だからそう、最後40しかなくあれだもんね。そうだから、その40の方を見て、うん、あ、手数料に負けたでもそれね、その40は何かしらの形で届くはずだからね、さすがに。実は手数料はね、100円以上するんだよ。いやでも、まあまあまあ、でもそれはあれだよね、その遅れないってだけだから、その40自体の資産がどっかにあるはず。そう、絶対あるから。確かに。それどう処理されてるって、これがだから。姫ちゃんに入ってるとか、いや、いや、多分ない。でも姫ちゃんもめっちゃね、少なかったから。なんか明細みたいな悪さんでたとかだったら、その割ったものの残り2つ3分の1がどこかに、どこに行ったって。そう、120円だったわけ。まだめだったらよかったね。それまだめだったら脱税なのか。あー、脱税になるね。そう、こんな話をするスタートからね、脱税とか。でも、もらう権利あるよね。そう、うん、今度は西尾さんになるもらおう。聞いてみよう、マネージャーさんに。40円40円40円はどんぐりどのくらい？20どんぐりくらいじゃないですか。60どんぐり、80どんぐり、80どんぐり。でも、どうなんだろうね、これ。まあ、まあ、その寄付とかされてるのはすごいんだけど、うんうん、どっかにね、消えてたら非常に。これは怒らないで、40円マネージャーさんがどんぐり食べてるから、ね、40円どんぐり叫んなよって言われて、マジで返せよ金って。うん、泥棒って言われてから、ね、次か。じゃあ手数料払えよやばい、モア君がゼロだったから、どんどんお金のモアになっちゃう。モアになってる、40円を40円の権利を今でも40円は少ないよ。まあまあ確かに、うん、でも40円も貴重なお金ですよ。そう、うん、でも毎月40円だったらさ、はい、おたさが崩れちゃう。毎月40円だったらやばい、年収がね、480円。姫はもどんぐり少ないしさ、小学生の癖だよな、お小遣いと。うん、どうしようかね。40円、これがめっちゃ回ればいいですよ。これめっちゃ回れ。しかもここスタンド FM にみんながもうなんかね、投げてくれるしかないです、アイテムを。確かに。これの40円ですから、この子の40円、この子が僕たちに40円を恵もうとしたら、うん、手数料に負けたっていう。わあ、ちょっと頑張ってもらってね。そう、YouTube 姫が一応管理はしてるんだけど、はい、まだ道のりは長いよ。いや、まあでもすぐ今年中でしょ、もう。これこんなの40円ですよ。ただね、再生時間と、はい、多分登録者と、はい、なんかその、一定に達したら収益化っていうのがあるらしいの、はいはい、だけどその再生時間は1年間で、あ、1年で、あ、そうそう、あれ、最近上げてない。そう、しかも去年さ、ちょっと見てもらえた動画があって、はい、それがもうすぐ公開になっちゃって1年がちょうど経つから、やばい、すみません、やばい。そんな時に明細が届かない。そう、しかも昼1ヶ月以上ちょっとおサボりさんやってたからさ。ああ、まあまあ、まあ、こっからですね、頑張りましょうよ。 M1 もありますしね、うん、まあでもこんなね、最適のいいスタートを切りましたけどどうでしたっけ、夏休み、夏休みと称してね、うん、そうだ、休みましたけどね。1週間2週間ぐらい、1週間ぐらい、まあ今週も言ってそんなないもんね、なんも、うん、今週も来週も言ってそんなのもなんですけど、あれ、ひめちゃん頑張ってる。ああ、ありがとうございます、本当にありがとうございます。頑張ります。すいません、もう本当に助かってます、本当に。
すぎる。これが本当に。でもそうだ、もう君とさ、はい、今週オーディションに行くね。ああ、はい、はい、うん、金曜、金曜。頑張らないとだよ。はい、頑張りましょう。うん。で、日曜がライブだっけ？え、ネタだけ日曜日？日曜日。はい。日曜日です。あ、半年姫ちゃんお仕事ないから。あ、なかったんすか。そう、なんかモーブ君とちょっと一緒。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんとかね、その時に問いただしますか、マネージャーさんに。あの40円の件なんですけどって、うん、いいですか、本社で話しませんか。往復で超えちゃうけど大丈夫か。大丈夫ですって。それでも別に働いて40円の方が大事なんですって。確かに。図で書いてね、ここに読んであるじゃないですか。これは手数料で送れなくてもここにあるみたいな、ここに入れて40円減るわけじゃないぞ。確かに、それはね、ひめちゃんも命令最初持ってるからね。え、それで戦おうか。そう、それを持ってくる。これ割らなくてもいいんじゃないですか。割ったものによってって、その事務所のね、扱いづらい80円が出たわけじゃないですか。でも割らなくても、はい、あの手数料には負けてる。あ、あれ。そっか、120円じゃ勝てないんだよ。そっか、手数料が高いんだよね。手数料高いね。なんかもうちょっとなんかね、うん、封筒とかでこれでもらったらどんぐりくださいって。 それでもらえる可能性あるで、まだ今度もう封筒でもらおうか、うん、封筒で、うん、手でどうせだって税金は自分たちで納めるんですから。そう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 、うん、まあまあまたこの話は。姫はね、どんぐり調査っていうのが年末にあって、はい、どんぐりの王様にどんぐりをちょっと分けて、なんか2色の紙があってね、そうそう、選んで、でどんぐりをのっけて、ね、お願いしますって言って、ああ、なんかその1年分のどんぐりをそれね、まとめたら出してね、で戻ってくるね。収入が、で、あのちょっといい可愛いどんぐりとかは、はい、姫ちゃん持ってていいよって。ああ、そうね、ありがとう。年間分ですから。払いすぎたどんぐりがね、可愛く戻ってくるとね。そうそう、確かに大変ですからね、やっぱね。うん、各々でもね、帰りましたけど、まっちゃんは東京にいたのか。まあ、実家がそう、なんかずっと雨降ってたよね。ずっと雨降ってました、もう。そっか、台風がさ、ゆっくりは来てた。そうそうそう、で、なんかそれの影響で関東に流れ込むっていう、そのなんか、え、そう、来てないけど刺激されてた。関東は雨ひどかった。もうずっと降ってました。神奈川とか大変なことですね。え、でもなんかその九州の方が直撃だからみたいな話になってたけど、あっちの方が被害を引き込む、ま、九州でというか、まあ、ファーファー王国なんだけど、はい、うん、はなんかね、その小学校とかも休校になって、あれ、あ、まだそうだよね、うん、そう、だから姫の家族さんたちもさ、はい、みんなそのお仕事お休みになって、まあそうか、だからね、楽しかった。ああ、そうか、だからみんな家にいるからね。そうそうそう、うちもの結果的にそうなったら割とみんな、まあ外出れないしね。そう、行っても帰ってきてるね、昼で。おお、自宅待機になったり。だからその前日にドーナツとか美味しいのを買い込んで、はい、ああいいですね、家でこうやって食べて。それが一番ですよね、家族がね、だんだんで、うちもでも台風対策もしました、ちゃんと。何あった？え、なんか打ちつけてました、父親が。でその、え、雨戸？いや、なんか板を打ちつけて、なんか見てないんですよ、マジで。多分ガラス変われないように。おえ、すごい。デンさんのちゃんと脚立から落ちて、え、ちょっと最後頭をガーンって、大丈夫？母親大爆笑しました。エピソードとしていろんな人に全員に話しました。叩いて、え、大丈夫だったの本当に？あ、でも一応病院行って骨折れてなかった。脚立が折れ曲がった。危ないよ。もうちょっとニュースとかでよく見るね、転落で怪我して。そうだよ、似たようだって、その、うん、突風とかでさ、はい、よろけちゃった、頭打ちましたみたいな。それならでもまだ分かる。台風のせいって分かる。台風の準備のせいで。でも台風準備多分2名ぐらいさ。あ、ほんと。脚立をちゃんと、だからその、うん、母親的にはその、これもう持ってもらった方がいいんじゃないかって、うん、高専に。で、高専って言おうと思ったら、こう、カーって、一回転して、最後頭ドーンって打って、死んだと思ったらしいけど、すぐ立ち上がったから、もうそこからもう爆笑。まあでもよかったね、笑い話。まあそのなんか病院関係で働いてるやっぱ。ああ、そっかそっか。これも面白だって。だからその、うん、見てて大丈夫と。そう、レスキューかその面白の二択でこう揺れて起き上がっても面白が勝った、ね。あ、よかった。はい、よかった。全員にエピソードとして喋ってた。しかもずっともう笑って喋れないぐらい最後まで。で、やばいよ。押してでも骨も入って、骨も無事。だもんね。なんもなく。笑ったら痛いって言ってたから。折れてるじゃん。なんかどっか。ひびとか大丈夫？レントゲン行ったら打撲だけ。おお。すごい。よかった。昔ね、廊下を逆立ちで歩いてただけあって。
鍛えてた甲斐があったよ、本当に。変な音さ。まあまあまあ、いや普通全然ね、運動会なんか酔っ払って騎馬戦で入ってきたりもあったけどね。騎馬戦でね、そのゲームが終わった後になんかその稲妻イレブンみたいな。なにそれ。第3の。それは浩然くんの運動会。あ、そうです。僕3年生の中学校に、お父さんを。お酒酔って入って。あらまあ。で、その騎馬はお父さんだって。はい。ちゃんとした3で上1の子は、でも男子はそう盛り上がって、じゃあ行くぞって、そのまだやり続け続け。え、お父さん軍は何と戦おうとしたの？だからみんなでもう一戦やろうって。だから教員たちが、はい、やめてください。そうだよ、姫でもダメよってやるわ。まあだからその、うちは怒られなかったですけど、そのやっぱ、女の子のお父さんの人もいたから、その女の子にどしゃくそ切れられてた、うん。マジで意味わかんないです。恥ずかしいもんな。そう。だって子供たちの運動会なのに楽しもうとしちゃってる。まあだから全員その中学校がやっぱさ、そのずっとそこも住んでるからさ、まあ一応戻ってきてるからやっぱその。いや子供心が残ってるんだ。まあ、だ自分のホームだと思っちゃってるから多分。これは自分のホームだって。それで入ってきちゃった。面白いね。うん。まあでもまあそのまだギリそれが許される時代だったから。今だったらめっちゃ怒られる人だもっと。まあ、学校はもう怒れないのに。そう、怒れないね。ちょうどいい時代だったのかな、その切り替わりの。全然でも止められたの。止められる、全然怒られてない。でも止められたの。止められた、止められた。そりゃそうですよ。だから戦って怪我したら大変だから、どっちも。そうだ、大人だからやっぱね。言った大人だから。だから中学生もそれなりに強いからさ。あー、そっか。どっちにしろややこい。ヒヤッとするし、お父さんがこう潰れた。負けちゃった場合がね。まあでも本当にさ、本当にちょっとなんか賑やかしみたいなね、そんな。まあ、ギリだってよくあるじゃん、その息子のさ運動会でお父さん代表で走るみたいな。ああ、ありますね。やっぱ記憶は若いままだから。そう、体がね、アキレス腱とか知らぬ間に切っちゃったりしてさ。 それはありますよ。そう、だから気をつけない。東京の運動会あれでしょ、トラックの上でさ、青い、大体トラックの、ああ、東京の運動会、陸上のトラックね。そうそう、なんかコンクリートの、ね、あのじゃなくて、あのほら、青い土の上でできないでしょ、東京って。できる？土の、あ、そういうことか。あ、土の上でなんかや、あ、高校やったか。でも小中とかは芝生だったよ。おい、おい、芝生は芝生は怖くないの？釘とか押したら気づかない。いや、じゃあ人工芝。人工芝。あ、そう。人工芝か。え、どこ？競技場みたいなところ。いやいや、校庭か。あ、校庭が人工芝。近所の広いなんか野球場とか。あ、そう、学校ではできないのか。そう、学校の校庭が狭いから。そうだよ。全員入れないから。あ、ギャップだよ。俺ら学校だもんね。ゴムチップみたいな。でもそのゴムチップとかあったら親御さん入ってこれないじゃん。その警備もちゃんとしてることだとね。え、じゃあご飯食べるときどうするの、お昼？まあ普通にその野球場とかでスタンド食べる。スタンド。校舎に帰らないんだ。校舎から。校舎。うん、あれだから運動の周りでさ、シート引いて食べるんだったら。おお、でも日々焼けちゃうから校舎。ああ、ああ、そういうパターンもある。いやよって。あ、サンチェイだっけ。あ、サンチェイ。うちは外で食べてたの、みんなで。で、なんかその近所の人とかも来て、なんか、わーみたいなやってたら。なんかもう酒飲みに来るみたいな感じだったの、割と。あー、アルコールはどう、一応多分みんなこう隠してはいたかも。あー、そうね。うん、隠し飲み。いないよ、そんな。田舎でも割と合法でみんな飲むよね。まあ、そうだね。一イベントとして楽しんでるね。まあそんなベロベロに酔っ払った人とかいないと思うけど、うん、東京はちゃんと府警として。ああ、そっか。なんかテントみたいなところに入ってた。ちゃんと椅子に座って、パイプ椅子。え、椅子に座ってみたの？頑張って。え、カメラってこうやってな人もいるけど、多分屋根あるスペースにいたと思う。でも待ってよ、保護者席みたいな。そうそうそう。あれ、そんなあるっけ？うん。あ、でもそれあれじゃ、本当に限られたあれだっけ？狭くないっけ？だいたいみんななんか周りからさ、その席取って見てないっけ？ブルーシート引いて、まあ、そっちの方が声援とか飛ばせる。そうそうそう、頑張れって、うん、東京ドライなんて。あ、そういうこと。だから姫のおじいちゃんはさ、姫が走るって言って、はい、ものすごくいいカメラを持ってこうやって撮ってくれてて、はい、みんな撮れたよって言って、はい、自宅で見たら姫じゃなかった。あ、ややこしいですよ。撮ってる時それは違うから。本当にそのミスだけで処理して大丈夫なんですか？なんかそう、その姫と同じ髪型してて、同じ色の鉢
ちまき湧いてるから分かんなくなるよね、多分。でも年と重ねてみんな体重いてね、そうそう、だからもう確かに見るよね、うん、写真はでも姫の写真も何枚か、まあ、ああよかった何枚かは正解正解してるねそう、なんか分かんないけど1位の子とか取っちゃいそうだもんね、そうね、間違えてね、パサパサパサって、しかも一緒に走るとさ、はい、どっちが来たか分かんなくなる、そうね、分からん、マジでその、うん、走り方とかも知らんしね、うん、全然帰省の話してない、ね、なんかあった夏休み中ね、あの僕あのイベント行きました、あの行方不明会っていう展示会、なんか君の川島さんも言ってたわ、 X みたいな、なんかねちょっと気持ち悪いホラー、世にも奇妙な物語みたいな、なんかやつでしょ、そう、面白かった、パラサイトみたいな、ちょっとなんか写真みたいな、みたいな、なんか川島先生のこの目線入ってるやつみたいな、見た、あ、マッチョ方でしか見てないけど、川島の花火だろ、なんか結構いろんな人も行ってたらしい、そういうのあれ、ね、どこでやってたの、あれはね、日本橋かな、 あそこら辺か、なんかあそこにいろいろやってるよね、そうそう、イベントステージみたいなとこで、なんか行方不明になった人の遺物とか、あ、本物の、いや、フィクションだ、全部フィクションで、そういう体験ね、そう、行ってきますの手紙とか、行った先の人からのなんかメッセージみたいなのをゾクッとする、そう、全部フィクションであっても、それ見ちゃうと全部がそうじゃないかって見えて、うん、床に落ちてるそのチケットとかも、あれ、これも誰かの行方不明になる前の証拠なのかなみたいな、うん、見えて、でもゴミかなってよく見ると全然日付が合ってないから、本当にその意図的に置いてあったものとか、なんかね、うん、壁の裏に展示があって、それの紹介もないから、うん、誰も気づかないで、一人が覗いて、うん、あ、ここにあるって気づいたら、そこに列ができる、ああ、自分たちで楽しさを見つける、そうなんかそのね、フェイクみたいなのができるそうだよね、俺が持ってたからめっちゃ人気だ、そう、消しゴムとか落としたら、なんかあれ、戦慄迷宮みたいな、まあまあまあ、ホラー、ホラーというか、なんかすごい広くみたいな、ミステリーって、なんかあるよね、なんかさ、新宿とかにさ、こうみんなで入ってさ、うん、探検する、あ、それあれですか、謎解き、謎解き、あ、そうそう、なんだっけ、あれ、脱出ゲーム、あ、そうそう、そんな感じ、そんな、まあ、でも謎解き感もあるような、でもめちゃめちゃ人気で90分制、もう入場してから90分で出てくださいみたいな、あ、まあそうね、見ちゃうもんね、そう、レイトン教授みたいな話だけど、あの音声聞くやつが50分待ちだったから、それだけで諦めました、それは、確かに無理だ、でも楽しかったです、まあ、東京はでもそんぐらいだもんな、あとはだって雨だもんね、あとはもうずっと雨、外出れなかった、あれこそ動物園も行ったしね、植物園も行ったし、楽しんでる、超楽しんでる、楽しんでる、台風過ぎた後めっちゃ晴れたじゃん、九州までしょ、超晴れ、晴れたよね、あー、ふわふわ、九州らへんね、うん、すっごい良かったよ、久しぶりに行ったんだけどさ、リニューアルされすぎててさ、うん、でその学校に通ってた近くにそれがあるんだけど、それ、うん、前に通学路を走るたびにさ、猿の声聞こえたら、おおおって、そいつ知らなかった正体を、その8年ぶりぐらいに正体見たら、その檻に入ってないの、白手長猿っていう、そので、それけど、その猿は木と木の間を9メートル移動できるんだって、あ、そこ、森の周りを水で囲ってて、この外にある木まで10メートル離してる、あ、なんか堀みたいになって、そうそう、だからその島から出れないから、その本当にすぐそこでこうこうやってんの、それだけでマジで20分経ちにしたもん、すごすぎて見ちゃうな、それで、そのおーおーって言うから、うん、その周りのね、そのおじさんとかおばさんも知らない人だけどね、おーおーってやってるから、もう人間とサルルが煽ってるサルル、ちょっとあっち向かってやってみて、おー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 、移動がマジですごいの、ほらマジで、あと動画撮ってるまだ見てたけど、まあ、本当にその進撃見てるじゃん、ジーク、あー、ああ、本当あんな感じ動く、ザザザザザザザって、しかも活発だから、本当にずっと楽しめるの、その止まる時間がないとか、ずっと動き続けて、そうそう、で本当にその川にあるそのスタンメン撮って、こう持って上がってみる、人間みたい、そう、原西さんがやってたようなドッキリの、マジですごいで、なんかでっかいカピバラとか見て。本当に檻が、かわいいよね、そう、本当にあの猿のとこだけど、白手長猿って言うんだけど、あ、うん、あ、わかるわかる、で、猿がめっちゃ多いの、そこの動物園、うん、で、その飼育員さんも来てね、めっちゃ、うん、猿が多くてすみませんねって、そんな、でも、その飼育員さんもめっちゃ猿顔だから、何も言えない、わーって思いながら、自分含めそうそう、僕も
ですけどねって言ってほしいぐらい、本当にめちゃくちゃ猿顔だからそう、寄ってる人なのかなと猿顔ってすいませんいや、謝ってそんなことある猿ばっかりやつ、飽きずに見ててくださいで、猿がやってた。そう、そうだね、か確かに半分の猿だ、けど猿って結構やっぱ見てられるんだよ、ね、え、見てられるよね、うん、なんか愛くるしいもん、うん、そうそう、でリニューアルしてるから初めて行くからさ、なんかずっと楽しかった、マジで。その終盤タヌキとかいるの、もうそのこの地元の動物みたいな、その無限にこれできるやんと思って。え、じゃあさ、クーゼン君、高崎山ってとこに行って、ああ、知ってました、大分でしょ、うん、あの海卵も強い。そうそうそう、ある、はい、あのボスザルがあそこにね、みんなでこう手つないで足を広げるの、うん、足を広げるの、こう、そう、そしたらね、自分のこの足の下をね、猿たちが通ってくる。おい、そうそうそう、あそこはなんかあのグループ分けみたいなのできてる、ね、ディベンジャーズみたいにマイキーみたいなやつがいるの、毎年そのボスザルがいるんだよ、ね、ああこの中の民の王さんになる猿が、そのエリザベスさんとか、その国王陛下とかからこの名前を取って、ね、そうそうそう、なんか炎上したよね、腹筋腹筋心みたいな、まあそっか、お猿さんあったの、確かに難しい、でも通ってくれたらいいことが起きる、はい、ただ、うん、ちょっとその、はい、自分が人間っぽいところを見せたら、はい、お菓子をちょっと出してしまったりするから、本当にお猿さん飛びかかってきちゃうから、普通にいるよね、あそこ普通に歩いてるよね、あとちょっと襲われそうになったりもするから、ね、ちゃんとも もう身の回りピシッとしていったら、うん、お猿さんがもう触っていいくらい、本当にお猿さんの山に入らせてもらおうかな、そうそうそう、お邪魔しますって言って、懐かしいな、さっき山のツッコミカス行ったな、海卵のついでに、でも意外とね、いいよあれ、うん、でもちょっと怖いよね、今多分逆に物心ついていくと怖いんじゃないかと思う、あー、確かにね、だから白手長だったらめっちゃ怖かったもん、来るんだよツタ取る時とかめっちゃ怖かったもん、すぐそこにいるからさ、これをこっちに投げてくる可能性があるじゃん、あやっぱ知恵があるから、それを持ってさ、いや、ほんと木の上から引っかって安心したけど、マジですごいから、こんなんじゃないから、飛ぶのがこう、長いからねっていうか、懸垂というか、なんていうの、本当にすごい距離、その距離無理でしょっていうところ、なんかあるじゃん、そのこういうさ、運転だ、運転のさ、めっちゃこう飛ばす人、そう、もうあんな一瞬だと思ったの、じゃあ姫はさ、その人ちょっと今のうちに雇ってさ、うん、サスケの選手にした、いやもうほんとすごい、500円で見えますか、しかも安い、めっちゃ安い、スカウトしようかな、そう、めっちゃいいですから、マジで、ただその植物園の方が昔あの職場体験で2日行ってたんですけど、リニューアルされたって書いてあったんですけど、うん、入ったら、まあ、と細かいところ多分変わってるんですけど、ちょっとだけ増えたり、ほぼほぼその入り口と出口逆になってるだけだったリニューアルだそうです、しかも最後のピークに滝があって、うん、そこをなんか暗い中通っていくのが醍醐味で、そこからその上からスタートだからさ、その滝の方をこう降りていくから全然すごくないの、もったいないなと思っちゃった、なんか働いてた分、右肩もうちょっと上げれる、そう、でもその後動物園行ったからちょっと楽しかった、食事も楽しいんですよ、すごい落ち着くんですけど、サボテンとかあって、うん、めっちゃでかいサボテンとかある、本当にその一人でかい、メキシコのけど、なんか逆になってだけすぎてちょっと笑っちゃったね、最初入った、まあ動かせんからな、植物はリニューアルだから、でも入り口一緒でいいんじゃないかなと思ったけどな、うーん、すごいですか、でもそこの公園ほんと広くてね、ペリカンもいるし、うん、桃色ペリカン、あのカッタコンっていう超有名な、あー知ってる知ってる、たまにテレビでやってる可愛いやつだ、そうそうそう、でかくて、もともと話がやったんですけどね、さすがにもうそれはダメになって、あら桃色ペリカンね、あのね、うん、東京だったらサンシャイン水族館にもいるよ、あ、いるんですか、うん、めっちゃ怖いよね、あれね、こうやって超でかい、人ぐらいやって、で、ここでかなんかこう、くちばしがあるんだけど、そうそう この下がこんなになってて、そう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 、そうプルプルして、可愛い、月みたいな形、そう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 、そう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 、超でかい、あれどうなってるんだろうね、ね、すごいよね、トンポトンポしてんだよ、でもこうやってくるからでか、そう、怖、でも来たら逃げる、すごいですから、マジでね、まあ、まあ、そんな、ね、言って、ぜひ、ね、500円で行けるんで、楽しそう姫は、なんか言ってたんですか、え、姫は、うん、普通にでも、お買い物して、はい、かわいいお洋服買って、はい、おしゃれして、はい、あと夜は寝る前に進撃の巨人を、もういいじゃないですか、そうそう、いいですね、うん、お土産もさ、ちょっと忘れたけど、帰ってきました、あ、そうだ、忘れちゃった、うっかりさん、ちゃんと持ってきます、今度明後日持ってきます、ありがとうございます
あれ姫にあのうちのお母様から、うん、追加の靴下が、届きますから。追加の靴下です。ええー。ちょっとね、ハワイの一瞬だけ追加を見てたんですよ。ちょっとだけ。癒されるから、ね、全然。序盤すぎて、あ、家族に追加は、うん、序盤すぎて全然響いちゃう、うちはワンちゃんがいるからねって、あ、びっくりしたんですよ、リビングでさ、テーブルの下見たら8月のさ、犬のワンちゃん、うん、うちのワンちゃんの体、うん、5枚やった、うん、8月からそれなんか毎年らしいんだけど、その2023年8月からですね、あ、びっくりしたの最初、全部これ今年の8月なんで5個並んでた、テーブルの机の前に。大好きじゃん。一個ぐらいね、その高専くんの8月でもいいのよ。そう、あ、一個前なんか亡くなったワンちゃんで育ってますね。そのなんか歴史。え、それは昔の。そう、昔だし。うん、あ、え、今年の8月のカレンダー。もうが一個だけあって、あと全部昔のがその、ただそれは8月揃えてるから。ああ、一瞬恐怖、本当に恐怖で。でなんかすごい安く作れるしね。おたさんも作ってもいいかもないね。あ、カレンダー。卓上がね、無料で配ったら怒られないし。あとね、もう一個あるんだよ、姫。あの、日めくりカレンダーって知ってる？あ、31日も、はい、そう、なんだけど、1から31まで、はい、その写真をつけて、うん、あ、なんか下だけちぎるやつ、いや、ちぎらなくて、こうめくったらいい、あ、そしたらさ、ま、毎月見れる、戻ってくる、そうそうそう、はい、何年でも使えるやつで、うん、はい、たまにその31がない月もあるじゃん、はい、けど、そのめくって、そのいろんなおたさが毎日見れるから、それもあり、それありだなってすごい思って、30取らないといけない、31、うん、それぐらいでいけるかも、でもひめちゃんどの角度からでもいけるから、確かにそれで、うん、でも毎一月ごとでも楽だよ、下にちっちゃく写真メインみたいな、でもそれ次の年使えないから、全然うち使ってるダメだよ、8月だって 5匹いたよ、でも曜日とずれちゃうよ、いや、そう、まあ、まあ確かにそれはある、確かに、うんうんうん、びっくりしたな、マジで終わったかと思ったら、乗っ取られたかと思った、このワンちゃんに、いや、だいぶ乗っ取られた、まあ、だいぶ乗っ取られた、だいぶ乗っ取られた、でもいいことだから、そう、大事ですからね、うん、まあ、こんな感じですかね、振り返りね、データ行きますか、はい、僕行きますかね、はい、じゃあ、松さんもらいますか、ラジオネーム、キグルイピエロさん、かっこクレイジースロッツさんからいただきました、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、いい年したおじさんなので夏休み的なものはありません、あらが、この夏はコロナにもなり割と悪めでしたが、8月の中頃からはとても良かった、復活したのかな、うん、で最後にはダンさんと姫さんたちにお会いできたしっていう、うん、軍団なんだっけ、バットファイバットファイとかどっちだっけ、あ、もうちょっともう1週間経つとこうなってた、多分バットファイだ、バットファイか、で抹茶さんのデッキ増えそうですし、アトさんはアンデラと100巻を組んでるみたいで、とても嬉しいですって言ってね、ユニアですね、ありがとうございます、ありがとうございます、いい年したおじさんになって、いや、全然年だったらもう夏休みあるんじゃないですか、言うて、何かな、夏休みないの、まあ、自分で作らなきゃいけなくなるか、そうなってくるのか、うん、でもコロナにもなって、うん、いましたが、8月から中旬ぐらいは復活したのでね、よかった、よかった、ね、よかった、ね、で、軍団ダイブとバトファイもね、ありましたけど、うん、まあね、割と予言通りだったからね、桃組さんのストレート負けといい、あれヒヤッとして聞いてて、結構そうだ、そうだ、当たってんだよね、結局言ったんだよ、冗談でさ、あの時テッケしてたのにさ、本当に当たるそうだ、ちょっとヒヤッとするよ、あーって、当たっちゃった、全然なんですけど、全然知らなかったね、そう、なんかね、そう、一番良くないラッキーパンチがあったって、その致命傷を与えるたまたまね、当たってしまったちょっとないよな、まあでもね、その一応さ、姫もふわふわ王国にいて、はい、あのラジオのオンエアを聞いたんだけど、はい、すごいと思ってね、意外とね、あ、そう、当たってる、優勝も当たったしね、そうそうそう、たまにはあるだけだよね、予測ラジオね、うん、なんか3人のテンションも上がってて、すごくやっぱ、ね、ストレート勝ちは当たってなかったまあでも超盛り上がったからね、軍団持ってるそう、打ち上げも全部楽しかったです、うん、たね、でバットファイの曲もね、多分作った曲作ったんですけどね、多分 YouTube に上がるはずなんでね、そちらもぜひぜひぜひ見てください、で、まあ、そのデッキも増えそうということでね、はい、なんですか、デッキが増えそうっていうのはユニアリですね、あ、ユニアリの僕はブリーチのデッキを今、はい、で挽回ですか、知らない、挽回ファイナルなんで、挽回ファイナル全デッキにあります、神はブリーチ、あ、染める方じゃないよ、これ40円は挽回できる40円は挽回させることはできるんですか、40円挽回できない、
できない。残念ですね。ちょっと解放もできないかもしれないです。はい、まあそんな感じです。キグルピューさんね、ありがとうございました。ありがとうございます。どっち行きますか。姫行きます。はい。お願いします。ではラジオネーム、うちせみさんからいただきました。ありがとうございます。お三人さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。仕事的にもプライベートでも楽しめましたか、はい、あ、超楽しかったです。私は夏は苦手なので、うん、ようやく終わりが見えてきたようで少し助かりつつあります。涼しいですね。今月の予定も不確定なところが多いけど、はい、もっと涼しくなったらより活発にと思ってます。はい、秋のおたさんの姫の活躍も楽しみにしてるね、うん、あ、ありがとうございます。それではまた、それではまた、なすのかさん、それじゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあでも夏が苦手っていうのはちょっとわかる ね、すっごいさ、その、はい、楽しいことたくさんあるんだけど、はい、暑くてできないこともたくさんあるから、そう疲れちゃ そう。ただ洗濯物は乾くな、それだけはすごい。でもさ、その分さ、はい、予想だにしない雨が降るんだよ。そう、最近ひどいよね。そう、ね、本当にひどい最近もう、ね、言ってほしいよね。そう、今日降るよって。急に降るにしては降りすぎてるしね。そう、もうブワーってくる。そうで、すぐやむしね、うん、スコールですもん。そう、本当になんか東南アジアみたいな感じの気候になってるよね、うん、急な雨、その大変ですもん。スコールはガクガクね。ああ、まああるんですよ、その雨の方のスコールみたいな。ふわふわはないですか。ふわふわはそのスコール来ないんで、もう綿の溶けちゃうんで。そう、綿の溶けちゃう。でも姫の可愛さが降っちゃうときある。あら、いいですね、行きたい。映像で見ると遅いね。こんな拍手が急に始まる。確かにでもね、暑さが、うん、今日めっちゃ涼しいよね。今日半袖だと、3日、そう、だいぶ涼しい。超気持ちいいもん、半袖も。うん、これ、キーカワさんついてる。あら、かわいい。これ、最近電車でよく見ますよ。本当？姫かとも一緒に乗ってきて。このお洋服？いるいるいる。なんかね、その先週帰る直前ぐらいに見たな。これ同じものってこと？全く一緒。全く本当に寸分の狂いもなく一緒。でもこれ今年発売されたやつだから。だからチーカーが人気すぎてたのめっちゃ被るんだよ、みんなが。そういうことか。だからたまに姫なんかこう一体だけのやつも着てるじゃん、あれもよく見る。たまに電車とかで見る。そう、やっぱ被るよ、やっぱね。でもコウセン君のそれも見たことあるよ。あ、これはこれも意外と言います。これも確かにある。マッチャ君の白シャツはもうみんな着てる。これだって俺も着てるから。今も着てる。全芸人さんが夏これっていうね。ラフターナイトやばかったんだから。みんなね、白黒全員同じ服着て、黒白いなかった。そう、TBS の来る格好じゃない誰もあれ。もうその動きやすさだけ重視して入ってきてるからね。確かに姫もさ、よくお仕事でさ、はい、あの芸人さん、ちょっと売れてる芸人さん、はい、なんか私服とか見るんだけど、はい、白黒いあんまり見ない。あ、そうだね、売れたらやっぱそうなんですよ、みんなね、おしゃれできるんだ。あ、靴とかみんなお金かけてる。革靴とか入ってるよね。いや、それはない。あ、ほんと？あの、ナイキとかのすごいごっついスニーカーみたいな、うん、エアマックスとかそういう系。そう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 。 あと、なんかあるじゃん、高いスニーカー、はい、30万とかする、うん、あ、革靴いないですか。革靴もう演歌歌手は俳優さんとかなんじゃない。うん、確かに俳優さんか。みんななんかそれにこう自信のある靴下みたいな履いてる。ああ、自信ある。あのハイソックス。そう、ハイソックスね。でシャツ系が多い気がする。ああ、ピシッとしてね。とうー、カジュアルシャツ。でズボンだらっとは半ズボンが多いかも。え、半ズボン多いかも。多分あの靴下とスニーカーを見せたいんだな。ああ、そっか。うん、靴下ってあんまなんかそのハイソックスでおしゃれ、ハイソックスでおしゃれみたいな風潮あるけどさ、うん、本当に心の底からかっこいいと思ったことない。ハイソックス。なんか俺たまにその意図せずハイソックスになる時ある、ね、その丈が足りなくて見える。めっちゃ恥ずかしいもん。でもあのさ、スーツとか着るときさ、うん、あのイタリアの人とかみんな靴下長めだよね。イタリア人はいいと思う。あら、イタリア人はなんかスーツがすごいね、ピシッと。あ、なんか日本人だと、まあ人にもよるけど、そのね、ちょっと同感な人がやっちゃうとなんかお坊ちゃま子みたいになるくない。あー、確かに。で俺もその別に同感ではないけどさ、やっぱ日本人だからさ、めちゃくちゃお坊ちゃま子みたいになっちゃう。恥ずかしいだね、自分でも。なんかその丈が長い時、姫の今日の靴下を見て。あれ靴、あれ、あ、靴履いてる。あれ、これダメですよね。これ靴、
映ってるから映ってる。これ動画無理か。映ってる。あ、映ってる映ってます映ってます。すごい。靴みたいな靴下。そう、コンバースだ。そうそうそう。靴下だ。こっちの方が鮮明に映ってる。無理か、ピント合わせれないか。ピストルの方が全然。だからこれだから靴下履いてても靴履いてるみたいな。ねえ、でもこれもあの届きますよ、追加の靴下も。ああ、ありがとうございます。フグになってる。じゃあ、山口だ。フグの真似するから。かわいい。まあ、そう、それやってる。ちーちゃんが？あの、ちーかわとハチワレがなんかこう、まあ、両面。早く。めちゃくちゃ忘れましたけど。今日、めっちゃちゃんと袋に。そのまあその適当な袋にバーって入れて、うん、持っていくだけだったのにそれ置いてきちゃった。うっかりさんの姫もだよ。そう忘れるよね。お土産前俺めっちゃ忘れてたぐらいだって俺。前回も忘れてた。だいぶ忘れた。2月ぐらい私は年末で。忘れるんだよね。忘れちゃうのよ。お土産って。最後に持っとうと思うから、ね。そうね、明後日本当持ってきますわ。ありがとうございます。まあこんな感じですかね、レターはね。うん。セミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次回どうしますかね、歌のテーマは。歌のテーマ。もう今日なんかいろいろ喋りすぎたからね。でもちょっと涼しくなるのかな。ね。セミさんも書いてるけど。動物園の思い出でもいける。あ、いいよ。でもあ、いける。もう一個いける？全然。おお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 お。楽しいから、ね、動物園ね。うん。まあ動物園の思い出か好きな動物なんでもいいんで、はい、うん、動物園に関すること。そうだね。うん、ください。まあ、ペットの休みですよ、もう。動物なら何でも。お願いします。お願いします。YouTube から、あの YouTube リンク貼っておけばいいのか。レターの最悪。そっか。まあでも、最悪じゃなくて、最高。最高。そう、コメント欄に書いていただいても。ああ、が最高ですね。うん。拾えるかどうかは別として。確かに。姫ちゃんもよくうっかりさんで見落とすから。うん、まあでも。ね、まあでも極力スタンド FM で、まあでもスタンド FM 聞かないみたいな人見るからね。そういう人に聞いてもらいたいですね。まあ、再生回数とかじゃないですから、その魂ですからね、これはね。あとはね、でもね、あのね、はい、はい、歌を続けるためにも、はい、ちょっと40円だとなかなか厳しい。活動費が足りないですよ、40円でさすがに。で、あの、あれですよ、この、まあ、一応ちょっと見えを張ると、あの、何ですかね。ギャラとしてその振り込みじゃないやつもあるんで、まあまあそれは、まあ、確かに、そうそう、40円だけではない。でもそれほらみんなで貯金してさ、はい、お宝貯金にしてる分もあるから、はい、はい、まあ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 、そうですね。しめちゃんも YouTube 編集頑張りますし、はい、で松竹も振り込み手数料考え直そうとか、はい、時間取りました。はい、まあでも3人が楽しく過ごせるように、はい、なんだっけ、あの神シーズンじゃない、神シーズン、神シーズン、下半期頑張っていきましょう。はい、下半期もうだいぶ来ましたけど今。本当？あと4ヶ月もう2ヶ月あります、下半期も。から、はい、姫ちゃんの生誕祭まであとちょっとです。あ、そうだ。そうだ。それもありますからね、皆さんね。頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい。休みますか。はい。はい。いくよ。姫とモブ二人で。おたそうの姫でした。よいしょ。ありがとうございました。そうですね。OK です。ってことで今回は YouTube でおくつらの方をちょっと撮影してみました。うん、これ毎回続くんですか？まあこれで見てもらえるようになれば、はい、そう YouTube にも載せようと思います。40回再生超えたらしましょうなら。40回再生。これの、はい。1回1年と仮定したらね、はい、40超えたらその1週間のうちにこれ同時にあげますか、どうします。あ、どうしよう。ちょっとこっち先にあげます。そんぐらいのハンデがないとやっぱちょっと、まあ、こっちが先なのかな。これあげて1時間ぐらいにはいきますか。そうだね、うん、木曜日の9時、はい、だからこれあげるときに言います、その YouTube に。あ、だそれでもどうなの、姫ちゃんが言った方がいい、うん、難しいね。まあでもいいか、こっちでも上がります。そうだね、うんうん、まあインスタのストーリーとかで上げて。そうね、そう。あ、でも今 YouTube アップ機能とかあるからさ、うん、ゆめちゃんこうやって触ってたらさ、見られちゃう。危ない危ない危ない、やばいやばい、
だからまあ40超えたらですね、続けましょう。うん、前日、当日まで。え、当日までに40回。あ、じゃあその次の週、収録までだってもややこいか。うん、あとアーカイブにもこの動画残るからさ、うん、そうだね、うん、まあ、思い出としてもいいんじゃない、ね、撮っていきましょうな、ね、撮っていきましょう、はい、ね、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。わあ。何それ。なんで最後の最後に襲えるの。40円。